第2章、ヨーガで難病の結核を治した中村天風。最近は、ヨーガも健康法の一つとして、一般の人たちにも認知されつつあります。ヨーガが日本で知られるようになったのは、中村天風先生の活動によるところが大きいと言えます。中村天風先生は、日本人としては、初めて本格的なヨーガの修行を行い、同時に、 真のヨ洋ガ学学の方法論を述べる前に中村天風先生の逸話について述べようと思います中村天風先生の一生は要約すると以下のようになります天風中村三郎先生は1876年明治9年出生支出高前鋭病年はくして日露戦役には 軍事探偵として、摩耗の地で、幾多、生命の危険を冒して活躍された。戦後重い排出にかかり、生命人生に対する疑問を抱き、欧米の学者指揮者を歴訪したが、解決を得られず、ひと不思議な縁によって、ヒマラヤ山麓のヨガの聖地に導かれ、難行苦業を積むこと3年、ついに、不滅の真理を悟られるに至った。帰国後先生は、 ご自身の体験を基礎に生命についての深い研究を重ねそれを組織体系化し実際方法として心身統一法を創建。これを広く世に普及するために1919年大正8年独力天風会を創立されたのである「心身一如は生命本来の層である「心身統一法」はこの真相に基づき 心身に、系統的な訓練を施し、生命力を充実、発揮させる、共感すべき効果を持つ。次来、先生は、東本清掃、施設を解かれること半世紀にわたる。1968年、昭和43年、先生は、ことぶき弱い92歳にして、宇宙の大霊に返せられた。京都・黒谷、哲と碑文より、以下の、 実話は、大井三鶴氏の著作である中村天風伝の三部作、戦場と瞑想、洋画に生きる、新紀を転図の一部を要約したものです。結核という当時は、富士の病を見事に克服した天風の生き方が、病気で悩んでいる人の良き同票になると思います。中村天風伝中村三郎、天風は、 明治9年7月30日に東京で生まれました。子どもの頃から人一倍元気な子であった中村三郎以下三郎と略は小学校の4から5年になると手のつけられない暴れん坊のガキ大将になっていました。三郎の乱暴に手を焼いた父親は小学校卒業と同時に三郎を福岡の知人である遠山光の家に預けることにしました。 東山道は自由民権運動の活動家で現用者という政治結社を作りました。遠山は日本のアジア大陸進出を唱え日清日露戦争、日韓併合、中国のカラシ革命などの裏舞台で活躍し明治大正昭和を通じて国水的右翼団体の中心人物として活動しました。福岡の遠山の下に預けられた三郎は 福岡県立尋常中学習勇館現在の修優館高校に通うようになりました。成績優秀で柔道で鍛えて腕力も強かった三郎は学校では大の人気者でした。三郎が15歳になった明治25年、他校の中学生との柔道の試合の後、試合で負かした相手と喧嘩となりました。この時サブローは 一人の喧嘩相手の中学生を誤って死に、至りらしめてしまいました。幸い正当防衛と判断されて、警察署は無罪方面となりましたが、学校は退学処分となりました。明治34年、陸軍大学秘密教室に入学した三郎は、ここで、軍事探偵、スパイの特殊教育を受け、明治35年の末には、 日露戦争直前の満州に送り込まれました。明治37年より始まった日露戦争で、三郎は戦場となった満州の各地で活動しました。敵の司令部に潜入して、ロシア軍の情報を探ったり、ロシア軍の補給路であるシベリア鉄道を爆破したり、偽の情報を流してロシア軍を混乱させたりの縦横無尽の大活躍でした。ある時は、 太い清流刀を振り回す馬族と日本刀で斬り合い相手を一刀のもとに斬り殺しました。またある時はロシア軍に捕まって危うく銃殺されそうになった直前に味方に救出されたこともありました。このように何度も死の一歩姉妹の危ない場面に直面したのです。このような時に三郎の脳裏にひらめいたのは子どもの頃、 知り合このじいさんは戊辰戦争の生き残りで何人も人を斬ったことのある実戦体験者でした。そのじいさんは酒を飲むと三郎を見据え眉間の刀傷を見せていつもこう言ったのです。じいわの腕は鈍かったが度胸があった。真剣勝負は腕じゃなか。度胸じゃ。 命をやり取りする真剣勝負の場面では単なる知識や技術を超えた何かがその運命を左右するという事実を三郎は子供の頃から頭に叩き込まれていたのです日露戦争の時満州に派遣された三郎と同期の陸軍大学秘密教室の軍事探偵は103名でしたこのうち戦後に無事生還したのは サブローを含めてわずか7名でした他にも多くの無名の人々が軍事探偵の補助員として摩耗の地に果てていますこのような人々の死が日露戦争の勝利を裏で支えていたのです九死に一生を得て無事日本に帰国した三郎を待っていたのは肺結核の発病でした三郎の結核は一時急激に悪化しましたが 軍人として鍛えられていた三郎の体はすぐ死に至るということはなく、なんとか少しは動き回れるようになりました。しかし、小康状態となっただけで、いつまた悪化して死ぬかもしれないという状態でした。当時、結核は不治の病として恐れられ、昭和25年まで、日本人の死因の第1位でした。特に、善と優位な若い人たちが、 多く核で死亡ししていましたストレプトマイシンやカナマイシンなど有効な抗生物質の登場により現在では結核で死亡する人は抵抗力が低下した老人以外ではそれほど多くはありませんしかし抗生物質が登場する以前の結核治療はちょうど現在のがんの治療とよく似ており できるだけ早い時期に発見して手術で切り取る以外にはいい治療法はなかったのですしかも明治時代の手術療法は現在のように安全なものではなく1か8かの危険性の高い治療法で一般には普及していませんでした戦場でいつも死と隣り合わせで戦時に戦場で死ぬことは怖くないと思っていた三郎でしたが 一旦戦場から生きて帰ってみると命が惜しくなり死の恐怖に怯える毎日を送る始末になりました死の恐怖の辛さに耐えかねた三郎は何とか心を強くしようとしてキリスト教会や禅寺の門をくぐって教えを聞きましたが解決は得られませんでしたそんな時ある米国人の書いた哲学書を読んで感銘しその哲学者に 直接教えを請うために治りきらぬ体を抱えたまま渡米しました。しかし、そこでも失望しかありませんでした。結局、アメリカのコロンビア大学医学部の短期習得過程で西洋医学を学び、一応医師となりました。しかし、自分の病はいかんともしがたく、心も体も回復しないまま、失意のうちにイギリスからフランスへ旅を続け、 日本に帰国することになりました。明治43年5月、日本への帰国の途中に、エジプトのカイロに立ち寄ったサブローは、ホテルのレストランで食事をしていました。その日の朝、サブローは、久しぶりに、大きなカ血肺の結核病巣より、血を吐くことをしたばかりで、体調がよくありませんでした。その時、 一人の白い布をサリーのように体に巻きつけたインド人に声をかけられました。そのインド人はサブローと少し話をしただけでサブローの顔を見つめ「あなたは右の胸に大きな病を持っていますね」と指摘したのです。そしてその人は「その病をもって日本へ帰るとあなたは自分の墓穴を掘りに行くようなことになりますよ」。 静かな口調で三郎に語りかけたのです。これに対して三郎は、もう助からないということは自分でもよく承知しています。ですから、どうせ死ぬなら、五国日本へ帰って死にたいと思っています。と寂しげに答えました。すると、その人は、なぜ、諦めてしまうのかね。自分の病気を治す方法を考えようとしないのかね。 と改めて問いかけたのです。これに対して三郎は、私はアメリカで医学を学んだ医師なのです。ですから自分の病については誰よりもよく知っているつもりです。医学では私の病気は治らないのです。と答えました。するとその人は優しく諭すように言ったのです。